はい、後手番でやっていきたいと思います。お願いします。ということで。いやー、私この土日ね、ちょっと地獄見ましたね。地獄を見まして、まあ何かっていうと、完全に体調がやられましたね。喉をやられるわ、鼻やられるわで、いろいろすごかったんですけど、まあおそらくなんか風邪と花粉症が混ざって、まあいろいろあれだったんですけど、まあそのせいでというか、ちょっと声がいつもと若干違うかもしれないんですけど、お願いしますということで、まあおかげさまでね、体調の方は大体回復しましたね。大体。いや、そんなことはもうどうでもいいんです。そんなことは。今回は話したいことがある。いや、NHK 杯決勝見ました、皆さん。私死にながら見てました。死にながらも、これは見ないといけないと思いですね。NHK 杯決勝見ました。いや、熱すぎる、あれは。あの戦い熱すぎるんですけど。いや、まずね、もう線形選択から熱い、あれ。もう線形選択からやばすぎましたね、あれ。先手番佐々木勇気八段だったんですけど、僕、佐々木勇気八段が先手番引いたら、絶対相掛かりになると思ってたんですよね。というか、角代わりにはならないと思ってた。まあ、佐々木八段は先手番だと、相掛かり、矢倉、角代わり、三つとも使うんで、結構予想難しいんですけど、角代わりはないかなと。っていうのも、やっぱ角代わりってもう今、詰みまで研究されてるんですよね。でも角代わりの研究の深さ、藤井八冠の角代わりの研究の深さったら、あれはしないんで、もう、いろんな局面を詰みまで研究してますから、で、そういう、罪まで研究してるような将棋を早指し棋戦でやると、相手の研究のレールに乗っちゃった時に、もう修正効かないんで、短い時間だと。長い時間だと、なんか、ちょっと、相手の研究カース手順ないかなとか、こう、考える暇あるかもしれないですけど、いや、これ千日ってなりそう。あるかもしれないんですけど、あ、千日って、はい、勝ち。後手番なんで勝ち。あるかも、長い時間だと、ね、その、相手が深い研究してても、かわす手順を考える時間があるから、採用するっていうのもあるかもしれないんですけど、NHK 入ってもバリクソ持ち時間短いんで、そういう持ち時間短い棋戦で、藤井八冠の研究が深い、しかも詰みまで一直線で行ってしまうような、角代わりは採用しないと思ってたんですよね。だから、相掛かりって割とこう、なんて言うんですかね。詰みまで研究されてることまではないイメージというか、ちょっとこう、ふわっとした、その、一直線で詰みみたいな感じの将棋では、今のところないので、そういう将棋を採用して、中終盤の、まあ、力勝負というか、まあ、研究で勝ち負けがつくような将棋にはしないかなと思ってたんですけど、踏み込んでいきましたね、角代わりで。いや、これ相当怖いと思うよな。藤井八冠に角代わりで研究勝負持ち込むって、相当怖いと思うんですけど、なんか、終わった後のインタビューで別の NHK では言ってなかったと思うんですけど、なんか SNS で佐々木八段のインタビューが流れてきて、やっぱり角代わりを採用するのは怖かったみたいなことをおっしゃってましたね。いや、そらそうでしょう。もう乗っちゃったら終わりですからね、研究のレールに。でもそこを強気に採用していくと。まずそこが熱い。でも佐々木八段も、こう、もう練りに練ってるんですね、作戦を。なんか角代わりの中でも、最近あんまり使われてない研究を採用したんですよね。こう、ちょっと前主流だった作戦。最近あんまり使われてないけど、ちょっと前流行った作戦っていうのを、佐々木八段が採用して。まあ、これはおそらく、こう、藤井八冠の研究が、こう、薄そうなところを狙っていったんじゃないかなっていう気がしますね。本当に最新の
研究のところに行っちゃうと、もう藤井八冠の研究はバリクソも深いですから、それこそもうレールに乗っちゃって負けっていうことがあるんで、角換わりの中でもちょっとかわしていく作戦を選んだんじゃないかなと、個人的には対局見て思ってましたね。とはいえ、やっぱ藤井八冠、今までの対局で、そこまで研究してんのみたいな。それ最近流行ってませんやんみたいな。それ最近流行ってないのに、そんなとこまで研究してますんっていう姿は、もう何度も見せられてきましたからね。だからやっぱ佐々木八段としても、ちょっとかわした、最新系とはかわした意味があったと思うんですけど、それでもやっぱカバーされてるかもしれないっていう恐怖心はあったと思うんですよね。まあ、こんなこと言ってますけど、本当にその佐々木八段がかわす意味でそれを採用したんかは知らないですよ。勝手な妄想なんで、そのあたりはもう、あ、こいつ勝手な妄想言ってるなって思っていただいていいんですけど、まあ、おそらくかわしたんじゃなかろうかと。でもそれでも怖かったんじゃなかろうかということで、まあそういう風に対局は進行していったと、序中盤。で、そこで、形勢がどっちリードしたかっていうと、佐々木八段の研究がぶっ刺さって、佐々木八段がリードするんですね。てか、リードするっていうか、なんかずっと難しかったと思うんですけど、おそらくやっぱ藤井八冠はその将棋は最近研究してなかったっぽいんですよね。うん。藤井八冠はやっぱりちょっと研究から外れてたみたいで、こう持ち時間を使わされる展開、持ち時間がゴリベリしていく展開を余儀なくされて、なんかもう NHK 相手考慮時間10分あると思うんですけど、あれがもう残り3分とかなってたんじゃないかな。でも佐々木八段はまだ最初の持ち時間の、なんかもう NHK の持ち時間ってややこしいんですよね。持ち時間10分、それが切れたら考慮時間10分ってなるんですけど、最初の10分すら使ってないっていう、まあかなり持ち時間に差がある状態になったと。だから評価値的にはずっと難しかったんですけど、なんていうかこう実践的には持ち時間の差が大差で、気持ちの上でも持ち時間の上でも佐々木八段ペースかと。で、これはいったかと。これは佐々木八段いったでしょうって思いながら見てたんですけど、さすが藤井八冠なんですね。これがバケモンたるゆえん。なんだかんだ考慮時間使いながら、均衡保ちつつ、しかもなんか勝負で放ち出すんですね。なんでそんな勝負で放てんのっていう。いや、だからこのね、勝負手も、2四銀っていう手なんですけど、なんかこれがすごい不思議だったのが、2四銀って、AI の候補手に出てて、あ、まあそういう手もあんのかぐらいに自分は見てたんですけど、なんか2四銀を刺された瞬間に解説の羽生さんがすごい興奮してらして、これはなんかすごい、なんて言ってたかな、なんか意味としてはこの人間らしい勝負手というか、こうちょっとこう研究を交わしに行ったような手ですねみたいなことを確かおっしゃったんですよね。なんか自分にはその感覚がわからなくて、あ、なんか、まあまあまあ、そういう手もあるんかなっていう感じだったんですけど、羽生さん曰く、これは結構こう、研究を外すじゃないけど、ちょっとこう、かわしに行った、こう、勝負手で、やっぱずっと研究に乗ってても勝てないから、どっかでかわさないといけないわけで、で、それをちょっと、見せたというか、そのかわしに行った手だっていう風に、評されてたと思うんですけど、だからそれがわかんなかったんですよね。自分としてあんまり、あ、そうなんやぐらいで、こう、しっくり来なかったんですけど、なんかそこもね、なんかこう、トッププロ同士の感覚がこう、見れて、面白かったですね。トッププロはそう感じるんやっていう。で、この風付き痛くねってことなんですけど、金引いたら銀出られるし。まあ引くか。いや、だからね、だからもうほんとトッププロ同士だから分かり合える気持ち。うん。トッププロ同士にしか分かり合えない気持ち、あるんですね。もう脳みそ見てみたい。脳みその中入ってみたいんですけど、
まあ、そういうシーンもあったと。で、その2四銀っていうのが、本当に人間らしい勝負手で、AI の評価値は、それまで互角だったんですけど、2四銀を指した瞬間にグーンって先手に、こう評価値が触れるんですね。先手良しですよ、みたいな。今まで 50% ぐらいで均衡してたのが、70% まではいってないかな。65% とかそんぐらいまでギュイーンって急に伸びるんですね。で、あ、これ先手良くなったんや、とか思ったんですけど、で、そこで本当に佐々木八段が時間使い出すんですね。なんか明らかにそこで研究が外れてるわけですよ。だから羽生九段のその研究を外しに行ったっていう解説があったんですけど、もうそれがもう見事にそうというか、見事にそうっていうのも失礼な話ですけど、こうもろ研究を外してるわけですよ、その2四銀が。でね、この2四銀がいかに人間らしい勝負手かっていうのが、その2四銀っていう指した瞬間に先手に評価値触れるんですけど、こっから逆転し始めるんですね、藤井八冠が。うん、2四銀を境に評価値的には先手が良くなるんだけど、やっぱり研究を外れると正確に指すのってやっぱり難しいですからね。そこを境に、こう、評価値はいいんだけど、正確な手を指すのが難しい局面になって、佐々木八段が結果的にちょっと苦しくなってしまうという感じになるんですよね。いや、なんかえぐいよな。最初言ったと思うんですけど、その持ち時間短い棋戦で研究勝負に持ち込まれたら、相手のその研究勝負に持ち込まれて相手のレールに乗っちゃったら、それをかわすのって相当難しいと思うんですよ。それを藤井八冠はかわして、なおかつリードを奪いに行ってますからね。もう化け物、化け物なんよ。知ってたけど。知ってたけど、完全に化け物なんですよね、やってることが。おかしい。これ局面も化け物。やばい。角が効いてんのを気づいてなかった。角が効いてんのが完全に化け物なんですよね、これ。いや、角効いての化け物。相当化け物。いやー、桂馬跳ねて、こう引いていく余地残していきつつ、飛車回れて防ぐか。引いて。銀打ちとかの時に引こう。だから、藤井八冠は相手の研究のレールに乗っちゃって、で、自分は知らない局面に持ち込まれたのに、NHK 杯という持ち時間の短い棋戦で、逆に自分が良くなってしまうという離れ技を見せたわけですね。で、評価値は、みる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 後手が良くなっていって、最後の方99まで行ってないから、でも98とか、もう本当もう藤井価値の評価値を示してたわけですね、終盤。いやー、でもこっからドラマがあったんですね。なんか藤井八冠がああいう局面から負けるっていうのを、ここ最近見たことがなかったんですけど、終盤でね、なんやっけ、4七金って打てば勝ちだったのに、角なったんやったかな、角なった手があって、それが波紋を読んだんですね。それが AI お怒りの一手で、佐々木八段にチャンスが来たんですね。で、これちょっと待って、ここを受け間違えると、死ぬ。簡単に死ねるんで、これ。一回銀とかで補強した方がいいんかな。一回補強するか、この地点。いや、でね、そのもう、藤井八冠も対局中に、もう明らかに、勝ちだと思ってたと思うんですよね、途中。で、その、馬引きっていう握手を指した後に、その手が握手だって気づいたと思うんですよね。で、自分がやらかしたっていうことに、を感じたと思うんですけど、めっちゃ怒ってましたね。めっちゃ怒ってた、自分に。なんか久しぶりに見たわ。なんか昔、深浦藤井戦っていうのがあって、それも藤井
当時何段やったかな、が形勢良かったのに深浦九段の粘りにこう粘りに手を焼いてとか、まあ深浦九段の指し回しが上手くて逆転負け、藤井八冠が逆転負けしたっていう将棋があるんですけど、その時もねすごい怒ってたというか、こう悔しそうな表情を見せられてたんですけど、あれ以来じゃないかな、あんな悔しそうにしてたの。相当悔しがってましたね。もう表情にもすごい出てたし、もうなんかもう頭叩いてましたもんね。対局中に頭叩くの深浦九段以外見たことなかったんですけど、まさかの藤井八冠も頭を叩くスタイルを習得したと。これちょっと馬通しとくね。あんな姿、あんな姿というかこう逆転負けする姿を最近見てなかったんで、ちょっと意外でしたね。藤井八冠がああいうことになるのかと。でもね、もう態度とか表情は、ああもう明らかに終わった、うわあ俺何してんねやろみたいな表情なんですけど、そっから全然諦めないんですね、藤井八冠は。なんか、こうギリギリ均衡を保つ手というか、すごいプレッシャーをかける手をいっぱい指してくるんですね。そのギャップがまたすごかったというか、なんかあれ対局相手やったらちょっと油断しちゃう気がするんよな。あもう表情見て、藤井八冠の表情見て、さすがにきついでしょと。あ、もうこれはこっち勝ちですねって思っちゃいそうなんですけど、なんかそこをね、これは勝ちになりましたね、将棋は。そこを、こう、態度は、ああ、もう無理です、みたいな態度なんだけど、指しては、こう、厳しいっていう、ギャップ。あれもなんかこう、怖かったな。いや、まあ、藤井八冠はその表情で騙してやろうとか思ってるわけではないと思うんですけど、やっぱ指しては、こう、厳しい手がバシ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 飛んでくると。で、佐々木八段としても、はっきり勝ちなんだけど、間違えると、間違えてしまうと負けっていう局面が続いたんですけど、なんとかね最後は佐々木八段が、決め切って NHK 杯優勝と。まあ前年も藤井佐々木の NHK 杯決勝だったんですけど、そこでは佐々木八段負けてしまったんですけど、去年の借りを返す、優勝になったっていうことですね。いやー、だから結果的に、まあでもあれはもう作戦選択がどうのこうのじゃないか。もう佐々木八段が強い。ただそれだけ。あの藤井八冠に終盤間違わさせたわけですからね。終盤間違わせる、させるってすごい高度な技というか、強くないと絶対できないんですけど、佐々木八段の粘りが功を奏して、最後逆転して、佐々木八段優勝となったと。まあそういうね、すごい熱い。もうやばい。もうえぐい。もう序盤からもう全てから何からえぐい。もうそういう熱いね、NHK 杯決勝でした。はい。というわけで最後感想戦していくんですけども、上に触れてたらこっちいいんですけど、なんかずっと結構苦しいのかなと思ってたんですけど、まあ割かし均衡を保ててたみたいですね。まあこの前の局面は、まあ苦しいのは苦しいんですけど、はっきり決まってるわけではないという感じで、まあ難しい勝負が続いてるんですけど、一番形勢が離れたのはここで、本譜金こっちに打ってきたんですけど、これは同桂で攻めが切れてるみたいですね。でも、かえて何指すかっていう手がこれすごい難しくて、金打ちっていう手がいい手らしいですね。でもこれ同歩、同歩なり同桂で取り切られちゃうんで、相当指しにくいかなっていう気がするんですけど、ただここで歩打って桂馬取りに行って、で普通歩で受かるから、なんかこういう攻めって大した攻めじゃないんですけど、まあ桂馬取って同歩にもらった桂馬でここに打ってまたダブルで狙っていけるから、この攻めが厳しいってことですね。確かにこうなってみると、次の歩成りと桂成りどっちもいやらしくて、桂馬持ってれば桂馬打って両方受かるんですけど、両方受ける手っていうのがないので、
確かにこれ結構嫌ですね。こうなってみると。でも金ってすごい打ちにくいよな。金ってタダですからね、ほぼほぼ。ほぼほぼタダなんで、相当打ちにくい気がするんですけど、こういう攻めはあったみたいですね。本譜は金打ってきて、こうバラバラにして、最後、歩打ちに同銀って取れるのが大きかったですね。同飛車には同馬があるので、これで相手の攻めが切れたと。まあ、こっちの玉ちょっと裸なんで怖いとこありますけど、まあ、入玉も視野に入れつつ指していけば、こっちの玉が寄らないですし、で相手玉はまあ、こっちいっぱい駒持ってるんで、ぼちぼち攻めていけば、そのうち寄る形なので、まあ、相手の方は攻防ともに見込みなしということで、ここで投了になりました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。